シント・ユースタティウス島。新ト・ユースタティウス島は、カリブ海のリーワード諸島、ショーアンティル諸島北部にある、オランダ領の島である。面積 21km の小さな火山島で、中心地は、港町のオラニエスタッド、オレンジタウン。18世紀には交易の中心地として繁栄した。 かつては、オランダ本国に属する特別自治体であったが、2018年にその地位は失われ、オランダ本国が直接統治を行っている。ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ、オランダ領カリブと総称される地域の一部である。島の名は、イ、エウスタティウスにちなんでいる。地元の発音では、シント・ユー・ステイシャス島であり、また親しみを込めて、ステイシャ島。 発音の名でも呼ばれる。シント・ユースタティウス島は、リーワード諸島の中央部に位置する。セント・クリストファー島、セント・クリストファー・ネービス領の西北に位置する。西にある、サバ島、北にあるシント・マールテン島と共に、オランダ領の、いわゆる SSS 諸島の一つで、かつては共に、オランダ領アンティルを構成していた。シント・ユースタティウス島の最高峰は、 島の南部にある、旧火山のクイール山、ザクイル、別名、マジンガ山、マジンガ、標高601メートルである。島の地形は、クイール山を中心とする南部、平坦な中部、丘陵地帯の北部に分けられ、島の旗にもその姿が描かれている。島の中央部は、比較的平坦な土地が広がっており、島の中心集落である、オラニエスタッドの町や、 カイディ・ルーズベルト飛行場がある。オラニエスタットは、島の西海岸、オラニエスタット湾に面している。北部は、丘陵地帯である。ボーベン山、バブン、294メートルをはじめとする200メートル級の丘が多くある。クイール山とボーベン山は1998年に、クイール、ボーベン国立公園に指定され、クイール国立公園に隣接する。 熱帯タウリンが生い茂る植物地帯はミリアム・シュミット植物園となっている。また、自然豊かなサンゴ礁の島の周辺の海は1996年にシント・ユー・スタティウス国立海洋公園に指定され、ダイビング地ともなっている。これらの国立公園はシント・ユー・スタティウス国立公園財団が管理している。この島には、もともと先住民のアラワク族が暮らしていた。 1493年、この島はクリストファー・コロンブスにより発見され、聖エウスタディウスの名が与えられた。続く150年の間、この島はスペイン・オランダなど多くの国によって領有がバリーされた。この島の主は少なくとも22回は変わったとされる。1625年にはフランス人が入植している。1636年、 オランダ西インド会社のゼーラント市社により植民地化された。1678年、シント・ユースタティウス島は、サバ島、シント・マールテン島と共に、オランダ西インド会社の直轄地取り、行政官、コマンダーが、シント・ユースタティウス島に駐在して、これら三島の統治を行った。この当時、島は、砂糖の生産地として、重要な役割を占めていた。同時に、 こうしたプランテーションの労働力として、黒人奴隷も移入された。18世紀、シント・ユース・タキウス島は、最盛期を迎え、約2万人の住民が暮らしていたとされる。港には数千の船が出入りし、海辺には商人たちの倉庫が立ち並んだ。ユダヤ人も、商人やプランテーション経営者として、島にコミュニティを築き、1737年に本年、ダラム・シナゴー軍が建てられる。 これは、西半球最古のシナゴーグの一つである。繁栄の理由としては、この島が、デンマーク領、バージン諸島、イギリス領、ジャマイカ、セントクリストファー島、バルバドス、アンティグア、フランス領、セントルシア、グアドループ、マルティニーク、スペイン領、キューバ、プエルトリコ、イスパニョーラ島の地理的な中心地にあったこと、1756年。 以降に中立を保ったこと、自由港でありかつ関税が免除されていた、大きな港を用していたことが挙げられる。島の中心地である、オラニエスタット、英名で、オレンジタウンと呼ばれは、大国間の貿易の禁制を無視して、商業の中心地として栄え、黄金の島ゴールデンロック、ザゴールデンロックとして知られるようになった。新ントユスタティウス島は、アメリカ独立戦争においても、 大きな役割を果たした。代金を払いさえすれば、武器や弾薬を購入することができる。この島は、13植民地の独立派にとって、貴重な武器の供給地であったのである。1776年7月4日、アメリカ独立宣言が採択された。独立宣言を携えた、大陸海軍所属のブリック、ホブネ、アンドリュードリアは、 1776年10月23日に出港、11月16日にシント・ユースタティウス島に到着した。島の知事であったヨハネス・デグラーフはアンドリュー・ドリアに対してオラニエトリデから礼法を放った。これはアメリカ合衆国が初めて国際的承認を受けた出来事であり、アメリカ合衆国では最初の礼法、ファーストサルートとして知られる。 この出来事については、歴史家、バーバラ・タックマンが1988年に発表した、最初の霊法、アメリカ独立をめぐる、世界戦争、現代、ザ・ファースト・サルート、エビュー・オブ・ザ・アメリカン・レベリューシオンで描いている。シント・ユース・タティウス島はその後もアメリカ合衆国と貿易を続けたため、イギリスは強く反発した。1778年、マンスフィールド博は、 イギリスの議会において、もしもシント・ユース・ティウス島が3年前に海へ沈んでいたら、連合王国はとっくにジョージ・ワシントンを始末できていただろうと演説した。シント・ユース・タティウス島における貿易は、第四次英乱戦争開戦の大きな理由となったのである。1780年12月に、イギリスから戦線が布告されたこの戦争によって、オランダの経済は大打撃を受けることになった。 この間の1780年10月、グレートハリケーンが島を襲った。島は壊滅的な被害を受け、4000人以上の犠牲者を出した。翌1781年2月3日、シント・ユース・タティウス島をジョージ・ロドニ・テ督率いるイギリス艦隊が攻撃した。戦線布告を承知していなかったデグラーフは降伏し、島はイギリスの占領下に置かれた。 占領駒もなく島のユダヤ人たちは二十四時間の猶予を与えられたのみで強制追放され、シナゴー軍はロドニー提徳によって放火、破壊された。十ヶ月後、この戦争ではオランダの同盟者であるフランスによって島は占領された。島の統治は千七百八十四年にオランダに戻った。シント・ユー・スタティウス等の経済的な繁栄のピークは、 1795年、頃であったとされる。その後、商業の中心地は、キュラソー島やシントマールテン島といった他のオランダ領の島に移り定期、島は水位していった。現在でも、オラニエスタットの半分は海に浸かりながら、昔の商業地区の建造物や倉庫跡は、往年の栄光を物語っている。島はその後もオランダ、イギリス、フランスによる、 争奪の舞台となり、1816年にオランダ領として確定した。1818 18年には、サバ島、シントマールテン島と合わせた、植民地、シントユータキウス及び族島、シントユシャス・アンド・ディペンディス以下、シントユースタティウス植民地が設定され、オラニエスタットがその主婦となるが、1828年に、シントユースタティウス植民地は廃止され、 キュラソー植民地と共にパラマリーボを主婦とする西インド植民地に統合された。1845年に西インド植民地は分割されるが、この時、シント・ユースタティウス植民地は再設置されず、シント・ユースタティウス島はキュラソー植民地の一部として、キュラソー島、ウィレムスタットのキュラソー総督の管轄下に入ることになった。 1939年12月12日、アメリカのフランクリン D ・ルーズベルト大統領は、戦艦ワイオミングで島を訪問し、アメリカ独立戦争で大きな役割を果たした新というスタティウス等の余波ス・デグラーフ知事に権威を表した。なお、1946年に開港した島の空港は、これを記念して、カイディ・ルーズベルト飛行場と名付けられた。 1954年、キュラソー植民地の自治権が拡張され、オランダの自治領、オランダ領アンティル以下、アンティルとなった。アンティル構成格闘では、アンティルから離脱して、単独の自治領として、独立しようとする動きが活発であったが、新というスタティウス島では、アンティルの維持を求める声が優であり、2005年8月の投票では投票者の77%が、 オランダ領アンティルの維持を21%がオランダとの密接な関係を求めていた。2010年10月10日にアンティルは解体されたが、島の議会は単独の自治領ではなくオランダの特別、自治体となることを選択した。しかし、オランダ本国は、シントユースタピウスが非民主的に動き、オランダ本国の法律が脇に置かれていることを問題し、年月日、 内務大臣は直接統治に乗り出すことを決定し、2月6日に島の政府機関は解散を命じられた。行政執行者であるユリアンウッドリー副知事代行も解任され、2月7日政府委員にマイク・フランコが任命された。2010年以来、新というスタティウス島は、ボネール島、サバ島と共にオランダの特別自治体と位置づけられ、 三島は総称して、ベス諸島、オランダ領カリブと呼ばれた。しかし2018年2月には、オランダ本国が直接統治することを決定した。農作物では自給でヤムイモ、サツマイモを生産している。シントユースタティウス島の経済は、他のカリブ諸島と比べて、貧弱である。観光産業も島の重要な産業でもある。空港として、 カイディ・ルーズベルト飛行場がある。1999年、島には、シンとユースタティウス医科大学が設立された。この大学には、アメリカ合衆国やカナダなどからの学生が多く、在籍し、島の経済にも寄与した。しかし学校運営者が交代し、2013年9月に、シンとマールテンに移転、学校名もアメリカ統合科学大学医学部となった。 2001年の国勢調査によれば、島の人口は2,292名であった。2004年には2,498人の住民が記録されている。アフリカ系の黒人が85%とほとんどで、残りはオランダ人を中心としたヨーロッパ系白人や黒人の根欠、先住民カリブ族の血を引く者などである。公用語はオランダ語だが、英語も通じる。 このほか、英語をベースとしたクレオール言語も話されている。宗教は、キリスト教、ローマカトリックとプロテスタント楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。